こんにちは、ジュリアです。カード開封動画133回目は前回からの続きでゾーンデックのシリーズをやっていきます。3つ目は2019年発売ゾーンデック V2 イエローです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。ゾーン2019で相変わらず見えにくいんですが、昨日のピンクの方は蛍光色というかショッキングピンクだったんですけど、イエローの方は結構ね、原色のイエローという感じですよね。で、横面がメイドイン USA、 反対側が無地で、上面がプレイングカード書かれていて、バック面はデザインのみです。で、下の面なんですが、昨日の V2 なのにね、同時発売なのでピンクのものと全く同じになっています。 V1 との差はね、この部分の表示がないような状態になってます。では開封したいと思います。ちょっと硬いですね。こっちからもこっちからも出るようになっていて、多分上が広告カードかな。白いカードに黄色はね、若干見えにくい感じですね。これがゾーンデックの広告カードで、これがボコボの広告カードで、ゾーンデックはいつも通り細いボーダーでデザインが出やすくなっています。じゃあ表面いきます。基本的にね、中身は同じなんで、ゾーンデックのジョーカー、黒と箱色のね、色になっているジョーカー、やっぱりなんかね、白地に黄色は見えにくいですね。で、いつも通りのゾーンデックのスペードのエースです。カクカク感があります。で、他のものと同じで、絵札は箱の色になっています。黒色の方はいいけど、やっぱりね、ゾーンデックは本来赤色のところが全部箱色になっているので、やっぱりね、白地に黄色はかなり見えにくいですね。絵札のカードで、クラブの絵札のカードで、クラブのエースとハートの絵札のカードで、ハートのエース、かなり見えにくいんですけど、肉眼で見るとね、蛍光色になってて、まあ見えるっちゃ見えますね。カメラとの相性が悪いという感じでしょうか。一応厚みは見るんですけど、ピンクと同じならば同じ厚みだと思います。はい、最近のスタンダードと全く同じ厚みです。昨日のピンクと同じで、かなりいい品質になっています。弾力の方はスタンダードとエリートの間ぐらいですね。波動の方もね、スッて入るんですよね。これすごいですね。これシューンって入る、合うだけでも勝手に入っていく感じです。というわけで、3つ目の最後なので、まとめとして3つのカードを見ていきたいと思います。ジョーカーと、まあ赤色なんで ハート1つと絵札のカード、これで比べてみたいと思います。昨日の V2 のピンクで、 V1 のグリーンですね。はい、並べてみました。まあまあ、一番やっぱり見やすいのね、 V1 のグリーンが一番見やすいですね。絵札のカード同じかと思ったらね、あ、一応なんか向きが違ったりとかしてるんですね。帽子部分が違ったりとかしてるので、一応ね、形は違うみたいです。僕なんかグリーンが一番みたいな感じです。はい、ゾーンデック V2 イエローを開封しました、まあ、箱の方のイエローは原色なんですけど、中のカードの色はしっかりと蛍光イエローの感じで反射する感じになってて、かなり目立ちます。
ただね、白地には相性が悪くてちょっと見えにくい感じはします。まあ、もちろん品質の方はゾーンレックの品質なので、カーディストリーとして使える分に十分な品質だと思います。それではジャンル当てします。とスタンダードの品質プラスバイスクルエリートの品質の中間ぐらいですね。ではジャンル分けです。ゾーンレックのコンセプトデザインでカーディストリーレックで2500個限定の数量限定生産で、もちろんレアレックコレクションになると思います。ゾーンレック V2 イエローでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。忘れてたんですけど、どっかのページでこんな風に3つ当てた時にね、箱をつなげるっていうのを、ね、やってた人がいて、やってみたいと思います。これはこう外して、こっちとこっちになって、イエローはイエローので閉じて、はい、こんな感じで、あ、これが逆か、こんな感じでそれぞれの箱を組み合わせてみました。一応ね、箱の規格は同じなのでピタッと入ります。ただここがつながってますよね。以上です。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。